って出せんのねみたいな、クイックって何なんだよみたいな、ちょっとそういうどうでもいいお話でした。いいゾーマアートディス、今日はゾーマさんはいらっしゃいませんね、残念ながら。そうですね、ゾーマって、まあ、なかなか東京に来るのも大変ですね。まさに始まりましたガード。おっと早速上島、上島横須賀初心者コンボ、これどっちがどっちですか。青がサンドですね。イケメンがタンザナイトです。これは厳しい。おー、しかしあれ着地スキ何回出したっけ、ウェビー着地。ウェビーの着地スキはいやもう 1F とかそんな感じですよ通常着地スキ4F。いやーずるいずるい、これはずるいですよ。やっぱあれの存在でかなりフォックスの復帰が強い理由になってますね。そうですね、横ビート卓になってて見てからだと間に合わないっていう。間に合わない。さあ始まる？始まらない。ステップ合戦ですねこれは。サンデさん本当ステップチラ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 すると好きですよね。そう、いやらしい、本当にうまい。サンヌフォックスとフップでやると一生触れないんですよ、ね、目の前でブラ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 してるんですよ触れないんですよねそうなんですよね。全部一歩手前でサンヌフォックスはそう、俺の攻撃が出ると変わるんですけど、そっちの攻撃が来ると目の前にいるみたいな恐ろしい。あ、返しが出てしまった。そうと完全な間合い感ですね。このステージは本当にやっぱりステップがめちゃくちゃ強いんだよね。まあ、広々ステージ使えるんでやっぱりサンヌさんなんか生き生きしてますねさあここで負けしてタンザナイトもやっつけていく。ジャンプがあって横ビーは上ビーは届かない。今のちょっと上乗るか乗んないかちょっと怪しいところだったんですけど、そうですね、ちゃんとその崖際に対する復帰1点読みでちゃんと阻止してたのなかなかしっかりと。さあここからおおうまい、おっと逆に掴まれて上スマッシュ。このカード結構掴まれるとなんか痛いの入りますね。いやめちゃくちゃ痛いですね本当に。このカードの掴みは本当に即死まで入るんです。上スマッシュ見ていた。さあ掴んで NA からよーっと NA が刺さってる。ほんと痛いっすねどのパーセントで当たっても痛いですかね。やっと手数。さあこの展開はクールおーと今の復帰ルートって一番借りやすい復帰ルートですね。真横なんで多分本人的には斜め下を狙ってたと思うんですけど、はい、あれ何方向でしたっけ。めちゃくちゃ確かなんか何が起こった今譲り合いの精神でしたねどうぞどうぞって結構細かく確か上ビー調整できるんですよね。そうですね。32ぐらいあるみたいな。それはコントローラー改造しないとそれはできない。なるほど。さあプレッシャーかけるがもうここで冷静に。さあ丸々1ストックビハインド。ただねこのカードは本当にストック差関係ないんだよね。一瞬でディグでピロで。確かに1ストックピロで終わりですからね。そう1回追い出してその後1回読み合いに勝ったら終わりですもんね。本当にそれなんですよね。なんでストック有利だからといって逆にもう不利だって思うくらいの勢いじゃないですか。これはない。ここは冷静に勝ちました。まあ安定感がありますね。そうですね、やはりやはりこの男選手同士も笑顔で楽しそうに。あの人なんか日本で3人くらいいるって噂聞いたんですけど。え、誰ですか。サンドさん日本で3人。そう、あのどこの大会にもいるからなるほどね。もっとどこにでもいますねあれキャラ変えてきましたね。相変ですね、まあ、彼ダブルメインなんで。これがきつい。おっと、新光と救出。今の面白いですね、あれで救出に行くんですね。おっと、今捕まれそうだったけれども捕まれずに済んだ。まあ、このゲームのアイクラの処理ってなんかどうなんですか。結構人によって変わるけど、まあ、基本的にはやっぱ1対1で付き合うとやっぱりあの DA とか何かしら掴まれる要因が。あ、うまいさあもう崖際なのでも簡単にいってしまいますね。今のはうまいですね。フライヤーマニタを彷彿つけてます。あれおっとおこれはマイナスちょっと芸術系マイナス入りましたね。さあしっかりと高めてた。ガードがもうないぞ。Wii U でも似たようなロゼッタ&チコっていうんですけど、基本的にもう本当にチコをどれだけ早く処理するかみたいな勝負なんですけど、結構なんか見てるとあんまりそのどっちでしたっけ、7でしたっけ。7ですね、相方が7ですね。なんか行けたら行くぐらいですよね。そうです、処理もうチコはとりあえず絶対チコを殺すみたいな。本当ですか。まずそこから殺してからそこから12秒か13秒ぐらいあって、その間に
そう、タイマンするみたいな感じなんですけど、結構これなんかどっちかっていうと本当になんかついでぐらいで、まあ、ついでぐらいですね。分裂したらとりあえず相方殺してって感じです。分裂したらなんか優先順位結構優先順位はそこまでない。どっちかっていうとなんか見てるとあの本体の方を追いに行く人の方が多い感じしますね。そうですね。それはちょっと個人差あるかなけど、まあ個人的には7はやっぱ初したいですね。最初はおっとこれピロピロでこれきついっすね。まあ掴めば勝てるんですけど、そうなんですね、あのやっぱ見てるといろんなからこの辺きついっすよね。ナナとポポの動きはシンクロして気づいたらミストさせてます。しかしこれは掴めば勝てるんですけど、なんかやっぱり性能的にちょっと微妙なことが結構多いから、まあ、うまくバランス取れてるのかなみたいな。そうですね、バランスは取れてると思います。X のアイクラはちょっともう頭悪い悪いですから、ね、あれはおかしいですよ、ね、さあうまいしっかりと空これこうなると厳しい。おっと一応復帰ができた。ここからアイクラが勝ちに行くとしたらどういうタッグを取っていかないといけないですかね。いやもう絶空で無理やり下底とか追い出して掴みで少しずつ少しずつパーセント稼ぐしか、あーだからもう復帰力がないんでもう一人だと、これは厳しいですね。あこれはまあ安定プロ3の選手の勝利ですね。お疲れ様です。マッチバーサスシークマッチシークまたアイクラですね。マッチバーサスシークアイクラの連戦